てます。でちょっと車で昼間ちょっと大変心配した HF2 への海水の供給なんですが、これはどのくらいに始められるような予定になってます？あと30分か40分で注入するようにします。いやいや、まあ、ちょっと待って、あの2号機についてはまあ早めにやりたいんですけども、はい、今のところデータは安定しているということが1点、はい、それからあの3号機1号機へ の, あのやっぱりあの供給を元に戻すということがまず意識的にありますので、そこはしっかりやると。で条件をまずその今の言っている条件をしっかりやった上で判断したいと思いますので、またあの時間については改めて、はい、ご説明します。あのということはね、昼間の段階で2号のデータを随分心配したんだけど、とりあえず今はその出てるデータを信じられる状況にあるというふうに判断されるということ。要するに午前中は露水系しかなかったんですけど、今露圧ドライウェル圧力等々、はい、もうちょっと細かいデータがあって、そのトレンドを見ている限り、それから水系も2つの水系で一応同じような値を、午前中は1つだったんですけどね、というところを考えて若干余裕があると思ってるんです。はい、わかりました。はい、それはもう言ってる。はい、わかりました。ちょっとその辺を総合的に発電所として判断させていただきたいと思います。はい、あの1号3号を優先にやっぱり続けるということですね。はい、はい、了解。あのその件でですね、あのちょっと、はい、あの本店からの射跡が欲しいんですけど、あの2号をですね、水がないということはあの認識しつつも、あの海水からいきなりやるようなふうに聞こえてきていて、あのこれは海水からやりますよ。海ちょっとね、あの、はいはい、ちょっとそこがね、なんか考え方が混乱してるみたいなんだけども、はい、混乱してます。あの要するに、もともとあの1号機はもうお水がどこにもないんで海水でやりました。はい、で2号機は、あ、すみません、3号機は、はい、かなりお水、真水があったんで、はい、あの真水から始めましたが、はい、結局、そのお量が足りなくて海水に切り替えたというのが3号機、はい、で2号機も本当は真水でやりたくて手配をしてたんですが、今日の昼の段階で場合によっては急遽始める必要があるということを考えて、海水での供給で考えたというのが今日の昼の段階、はい、ほんでその時に3号機大丈夫かと思ったら3号機が危なくなってきたんで、はい、今度は2号機よりも3号機にウエイトを置いて今まで見てきているというのが今の状況、はい、でその間に2号機用のその真水の用意は、あのしてませんでしたから、もうそのまま海水でやるということで進めている、こういうことです。はい、わかりました。そうなるとあのこちら側の勝手な考えだと、いきなり海水っていうのはそのまま材料腐っちゃったりしてもったいないので、なるべく粘って真水を待つっていう選択肢もあるというふうに理解していいんでしょうか。理解していけなくて、もうラインナップがあそこのラインナップをして供給源を海の供給源に してしまいましたから、今から真水というのはないんです。時間が遅れます。また昼間ね、そういう方向で決めたんだけど、君が今改めて質問している趣旨をちょっと説明してもらったらいいと思うんだけど、君が言いたいのは、あの真水でやっといた方があの要するに塩にやられないから、あの後で使えるということでしょ、うん、そういうことです。それは私もずっとそう考えたんだけど、今みたいに供給量がですね、圧倒的に多量必要な時にやっぱり真水にこだわっているとえらい大変なんですよ、はい、だからもうこれは海水でいかざる、この状況でいけばもうこの海水でいかざるを得ないと考えて、こういうことです。はい、現段階のことは理解をしました。